様、こんにちは。東邦音楽大学教職実践専攻主任の粕谷と申します。それでは教職実践専攻の魅力や特徴についてご紹介いたします。本専攻の目的は理論と実践力を兼ね備えた音楽科の教員を育成することです。教員免許状を取得することだけが目的であれば、他の専攻であっても教職課程を履修し必要な単位を習得することで教員免許を取得することはできます。しかし実際に教員を目指すとなると、教員採用試験に向けて計画的継続的な勉強が必要になります。では教職実践専攻の特徴や魅力はどんな点なのか。一つ目は、教職実践専攻の学生だけが受講できる特別な科目を学ぶことにより、教員採用試験に合格できる力を養えることです。二つ目は、学生一人一人の課題やニーズに応じて少人数だからこそできる丁寧できめ細かいサポートがあることです。まず教職特攻と教育総合科目についてご紹介します。分かりにくい科目名だと思いますが、一言で言えば、教育公務員として音楽科の教員に求められる資質能力を総合的に高める科目です。そのために教職教養や音楽の専門教養を学び、弾き歌いやギター、和楽器などの演奏力を身につけます。さらに個人指導、グループワークなどの演習を通して面接や集団討論、教育論作文の書き方などを身につけていきます。次は教職インターンシップです。本学は他の大学と異なり、大学2年生、3年生での教職インターンシップを充実させています。地域の教育現場を訪問し、先生方に直接ご指導いただきながら、授業補助などの教職体験を行います。これによって、早い段階から教育現場を知り、自らの教員としての適性や課題を見極めることができるのです。学んだ知識を、学んだ技術をインターンシップで実践する。そして、教職インターンシップで体験したことを、面接、集団討論、そして論作文に生かす。このように理論と実践が有機的に絡み合って、スパイラルに資質能力を高めているのです。その結果、教員としての資質能力が高まり、教員採用試験対策にもつながっていきます。ここで教職インターンシップについて、この春に卒業した先輩からのメッセージをご紹介いたします。小学校の教員になるために、日々実践的な学習に取り組んでいます。印象的なのは、大学周辺の小中学校などのインターンシップに数多く参加できること。現場でなければ知り得ない教育の実態や多様な指導法など勉強になることばかりです。そこで体験した子どもたちとのコミュニケーションや達成感の共有にやりがいを感じ、教職への思いはさらに強くなりました。採用試験や面接に向けたサポート体制も整っているので、自信を持って未来に臨めます。今年卒業した先輩からのメッセージでした。ご覧いただきましたように、教職実践専攻ではまさに主体的、対話的で深い学びが行われています。実は本学の魅力は他にもあります。本学が提携している東京未来大学通信課程において、必要な単位を習得すれば小学校教諭、あるいは幼稚園教諭の免許状も取得することができるのです。別途に費用はかかりますが、これによって中学、高校に加えて幼稚園、小学校の教員免許状の取得が可能となります。
いかがでしたでしょうか。教職実践専攻では少人数制の良さを生かして学生一人一人の夢を形にできるようしっかりとサポートいたします。それでは皆さんと東邦音大でお会いできることを楽しみにしております。